尾崎よ美、尾崎酒美、尾崎お美、1981年7月1日台、は、日本の女子陸上競技元選手。専門は長距離走、マラソン。主な実績に、2009年8月、世界陸上ベルリン大会女子マラソン銀メダリスト、2012年8月ロンドンオリンピック女子マラソン、日本代表、18位、2008年11月、 東京国際女子マラソン及び2011年2月、横浜国際女子マラソン各優勝など。神奈川県足柄上郡山北町出身。実施の尾崎明美、現生、石毛も陸上競技元選手で、現役時代は、資生堂、セカンドウィンド AC、スワックに所属。引退後姉の明美は、スワックスタッフ、一般市民ランナーとして活動。 現在は一児の母となる。三北町立三北中学校在学時は、陸上部には所属せず、バスケットボール部に所属。大会が行われるごとに、常設の陸上部と、他の運動部等から選抜された部員で結成する、特設陸上部に、吉見も選抜はされるものの、肝心の大会メンバーに選ばれないこともあり、目立った活躍はなかった。私立商用高等学校卒業後、 2000年に第一、生命保険総合会社入社陸上競技部へ入部第一生命入社後は主にトラック競技駅伝に出場女子マラソンでは山下幸子監督の指導を受け実力アップを図るしかしフルマラソン出場まではその後長い年月を要した姉に遅れること2年ようやく山下監督の許しを得て 2008年3月9日の第29回名古屋国際女子マラソンに一般参加選手として初マラソンに挑戦。2000年シドニーオリンピック金メダリストの高橋、久子など、競合の日本選手が出場する中、積極的にレース終盤まで先頭集団に加わった。32km 過ぎ、中村ゆりか、天馬屋がしかけたロングスパートについていけず、 中村には28秒差で届かなかったが、2位と、検討した。同年11月16日、最後の開催となった第30回、東京国際女子マラソンで2度目のマラソンに出走。終盤の 38km 手前で当時姉と同じ、チームメイトだった、加納由里、現、資生堂をかわし、38.4km 地点で、先頭を走っていた、渋井陽子。 三井住友海上火災保険を追い抜き逆転、自己ベスト記録でマラソン初優勝を果たす。これにより、2009年世界陸上ベルリン大会、ドイツベルリンの女子マラソン、日本代表に即内定で、初選出された。2009年8月23日に行われた、世界陸上ベルリン大会の女子マラソン本番レースでは、他の代表選手と共に終始戦闘集団に加わり、 後半のペースアップにも、果敢についていった。3 5トル過ぎの給水地点で給水ボトルを取り損ねるものの、この大会男子3 0 0 0ル障害代表で、給水スタッフを務めていた、岩水義高、富士通が、落としたボトルを拾い猛ダッシュして手渡すと、シーンもあった。キロメートルあたりで一度は先頭に立ち寄崎自らスパートを仕掛けたが、優勝した白雪。 中国らに食いつかれ、40km 地点からは2人のデッドヒートが続いた。最後の 41km 付近で白雪のスパートに引き離され、10秒差で惜しくも2位となったが、日本における世界陸上女子マラソン史上で合計10個目、金2、銀5、銅3のメダルとなり、くしくも18年前の世界陸上東京大会での 山下幸子と全く同じ銀メダルを獲得。また、世界陸上ベルリン大会女子マラソン団体戦でも、日本代表として銀メダルを獲得した。2010年4月25日、エイアフィアトラヨークトルの噴火、アイスランドの影響により、一時開催も危ぶまれていた、ロンドンマラソンに出走。だが調整ミスもあってか、レース中盤で、 戦闘集団についていけず優勝争いから脱落、結局13位に止まった。2011年2月20日、第2回横浜国際女子マラソンに出場。レースでは終始戦闘集団を走り、39km 付近からスパートをかけて、ペースを上げて、後続を振り切ると、自身2番目の記録でマラソン2回目の優勝を果たす。これにより、 2011年世界陸上テグ大会、韓国、テグの女子マラソン、日本代表に、世界陸上選手権2に2大会連続で即内定で選出された。2011年8月27日、世界陸上テグ大会の女子マラソン本番レースでは、世界陸上連続メダル獲得の期待がかかっていた。しかし、32km 過ぎからのケニア・エチオピアへの、 急激なペースアップにつていけず、一方的に突き放される。結局日本女子では、赤羽幸子、北連語位入賞、中里レミ、大発1 0位に次ぐ3番手の17位に終わった。また女子マラソン団体戦でも日本代表は、1997年の世界陸上アテネ大会で採用されて、以降、初めて表彰台を逃してしまう結果となった。 2011年11月20日、第3回横浜国際女子マラソンへ同大会2連覇と、翌2012年8月開催のロンドンオリンピック女子マラソン代表選出を目指して出場。気温22度の高温下のレースとなるが、前回大会同様に先頭付近をひた走り、40km 過ぎには一旦自らラストスパートを仕掛ける。しかしその後失速。 残り 1km を過ぎてから優勝した木崎良子、打発に逆転されてしまい、17秒差の2位と敗退。レース後の大崎は、貧血の症状が出てしまい、思うように練習ができなかったと悔し涙を浮かべていた。2011年12月18日、宮城県で初開催の全日本実業団対抗女子、駅伝競争大会では1区を担当し、区間賞を獲得。 第一生命チームの総合優勝、2002年以来9年ぶり2回目に貢献。レース後、2012年3月11日の名古屋、ウィメンズマラソンで、逸話代表入りに再挑戦する意向を表明した。その名古屋ウィメンズマラソンでは終始戦闘集団に加わったが、35km 過ぎに後方から追い上げ、優勝したアルビナ・マヨロはロシアに食らいつくも、 三十七キロメートル手前で、マヨロアの飛び出しにはついていけなかった。その後は、中里レエミとの日本人争いのデッドヒートを繰り広げたが、ゴールまで残り七百メートル地点で満を持たした尾崎が、中里をようやく振り切、日本女子トップの2位でフィニッシュ。その翌日の三月十二日、同年七月より行われる、念願のロンドン五輪日本代表選手に、 最後の3番目で初選出された。2012年8月5日、期待されたロンドン五輪、女子マラソン本番レースに出走したが、中間点を過ぎたところで、戦闘集団のロングスパートに全く対応できず、ずるずると後退してしまう。途中までは、日本人トップで走っていたが終盤で、木崎に追い抜かれ、8位入賞ラインにも届かないまま、結局日本女子2番手の19位。 当初に終わった、当時、木崎良子が、日本人主位ながらも16位、重友理沙は79位で3選手ともメダル、入賞ならず。しかし、ロンドン五輪、女子マラソン開催より3年経過後の2015年11月、ウクライナ陸連は、当初5着、ゴール記録は2時間24分32秒だった、立チアガメラの血液データを蓄積し、 変化を調べる生体パスポートの検査で異常値を示したため、ガメラをドーピング違反と判定。ガメラのロンドン五輪五着の順位、ウクライナ記録をそれぞれ取り消したため、同五輪、女子マラソンの尾崎の19着の順位が18位に繰り上がった、他木崎は15位、茂友も78位に繰り上げ。2013年2月24日の東京マラソン2013をに、 第一戦を退き、同年3月末をもって第一生命陸上部を退部する考えを明らかにした。その東京マラソン本番は、優勝のアベルケベで、エチオピアから約3分遅れたが、日本女子では、首位の5位でフィニッシュ。レース後の大崎は、少し寂しい気持ちもあるけど、やっと休めるという気持ちが大きいと安堵の笑みを浮かべていた。 現役引退後の2016年現在は、第一生命、女子陸上部のアドバイザーとして、全国各地のマラソン大会ゲストランナーや、ランニング教室参加等で活動中。2016年3月17日は、第一生命所属の後輩選手、田中智美が、同年8月開催の、リオデジャネイロオリンピック女子マラソン、日本代表へ正式に選出される、 第一生命所属女子選手としては、逸話に大海属で、女子マラソン代表入りに。その当日、都内で、山下監督と田中の記者会見時に、尾崎がサプライズで登場し、田中、山下と共に、逸話選出の祝福と熱い抱擁を、かわしを喜びしていた。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。